になったしね、うん、そうそう、いらったんですけど、彼勝った後やんけみたいな、で草残ってるから除去してくれ言うて、南ちゃん連れて行ったら、なんやその風で飛んでね、マシマシはないけど、ね、そうそうそう、南ちゃんにも悪いな思ってみんな、まあ、しゃあないですけどね、嘘ついて、ありますよ、やっときますよ言うてもよかったんですけどね、じゃあ6000円もらいますよって、まあでもそんな、なんかバレたらね、さすがにあれやな。いや、これやっぱね、これ、罠かもしれないしね、下手したらね、そういう可能性も、ね、はいはい、あ、ここはこういう業者かみたいな。見てくれましたあれ、あれすごいっすか、あれね、もっとちゃんと釣ってたらバズりますわ、あれ取り方がちょっとね、まあね、映ってただけでもよかったんですけどね、あ、いや、あれやばいっす、顔にバーってきましたよ、ちょっと火傷しましたよ、まあでも元から、まあ、気にしてないですけどね、若し子若し子ですわ、あの、いや、天ぷら油怖いっすね、なんか引火したんでしょうね、あれなんでやろ、油漏れたんかな、で、火についてバーンっていきなり来てね、で、水したら余計あれになったんですよ、爆発して、その後切れたんですよ、やっぱ水は危ないですね、うん、そうですね、いや、ジュースの方がいいっすよね、そうそうそう、びっくりしました、いや、ええネタになりましたけどね、うん、あれでしょ、多分やるやるでしょ、多分ね、分かんないでしょ、で、昨日初めてあれなんやで、ハイボールか飲んだんですよ、まずいですね、ハイボール、うまいですか、あれ、はい、甘いですか、あ、慣れたらうまいですかね、でも痩せるんでしょ、あれ、ハイボールって、あー、うまいですね、もう慣れる前に飲もうかな、いや、最初あんまりなんかウイスキーやんけ思ってね、ほぼウイスキーやん思って、いや、その感情者のやつとやつっていうね、それはあかんのか、なんだろうな、あ、さすがっすね、さすが吉高由里子、うん、うん、なるほどね、味があるやつやったらええと、さすがハイボール上がったやつや、それ撮って、天ぷら爆発ね、天ぷら爆発、そうだ、あ、今ね、後ろから僕撮っとしたけどね、尼崎工業の写真ちゃう、 T シャツ着てるからね、あの、ダウンタウンのまっちゃんの母校ですね、尼校ですね、そうそうそう、これも400円ぐらいで、ね、最近そういうの集めててね、あの、衣装、そうそうそう、今まで東映とか PL は買ってたけど、こういうちょっとね、野球関係なく、うん、なんか、ネタになりそうですね、ロコショこれなんか、いや、あんま東京好きですよ、やっぱ大阪か兵庫のね、やっぱ言うてもね、まあ堀越行ったら面白いですけど、日大さんやったらちょっと買うかもしれないですけどね、日大三高のなんか、うん、その辺やとね、そうですか、帝京とかね、受けたんだ、うん、いや、それありやね、あ、確かにね、服買ってないですか今日、昨日からねえねえ、半袖でも暑い、異常やねこれ、そうか、ハイボール持ってきてほしいね、夜の公園まで、まあいいか、今、ああ、そう、いや、今夜の公園でだから肉焼いてる、草刈りなくなってんだね、イラついて、もう夜の行っとこう、いや、皆さんもう帰りましたよ、はいはい、どうですか、いや、あれ、いや、違う、あれ大阪から来た知り合いが名張来たから言って迎えに行ったって、あれお世話になった人っすわ、はい、あれ、ええ人っすよね、そうそうそう、まあ日頃しょっちゅうか野球っすね、野球やってるだけ、あの人まだ野球やってるからね、70歳なのに週2回野球やってるから、すごいですよ、しかもグラウンドで担当したらすごいですよ、みんなすごいやってましたよ、あの、おっちゃんなともやってたし、もう言うたら少年野球もやってたし、サードで4番、じゃあ5番かな、6年の時は。で、控えピッチャーですね。それできますよ、キャッチボールできますよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。あ、グローブあればいいね。そうですね。何ですか、こっちの何て。いや、あれは誰でもできるでしょ。ああ、全然、広場でできますよ、ここに、ね。できます。
キウイっすね。金使いすぎやね、社民が飯行くうるさいからね。なんかね、まあ、来たからには飯食いたいよね。金があるでしょ、自分が。ボーナスもあるし。北極はボーナスもないし。名古屋でしょ。一人でも山来てたから。まあ、誰かいたらって感じあるけどね。ついでにそりゃ、話し相手いたらってなるけど。まあ、工場もだるいしね。え？いや、ちょっと怖いですね。もう、ちょっとあれ見てビビってんの。今、なんか外に警察いたのとはなんか知らんけど。事故あったんか知らんけどね、世の公園の外の方に。あんまちょっとやめとったのって。あ、でも焼きそばやろう。焼きそばやろうって。焼きそば作ろう。いいっしょ。あ、これ、こいつなんや。うまいか。